どうもこんにちは。宣伝部長のいちです。今日はスタートエンターテインメントということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで、ついにですね、まあ、ジャニーズの新会社名で,ですね、タレントさんたちが、まあ、エージェント契約とかマネジメント契約で所属する。 えと事務所名がついに発表になりましてそれが、えー、とスタターートトエンンテイメだそれに加えてですね、まあ、この経緯みたいなことについて、まあ、福田社長が文春さん等々でお話しされてるんで、まあ、それへんも含めてちょっとね、まあ、今回いろいろ取り上げていこうというふうに思います。 はいというわけでこちらはねまず産経新聞の記事ですけどもえー、とスタートどう訳すということで新社名がトレンド入りっていうところですかねはい、まあ、SNS 等々で、まあ、盛り上がったわけなんですけどもえー、と新会社の公式サイトによるとファンから新社名を公募した14万強ですねの中から議論を重ねて決定したと、えー、意味はスタートえっ、ー、と スターですねスターとそれから未来,へ向かと未来へ向かうという意味ということらしいですね。はい、で今いるスターたちとこれから出現するスターたちそれぞれの個性や目標に寄り添い伴走するとでそしてここから新たな伝説をスタートするというところですかね。はい、ででですよあのまあ雑白な私の感想ですけどまあいいんじゃないかと思いましたね。 えと新会社そのものについては、まあ、いろんな意見があってですね、まあ、エージェント契約と言いながらなんかもう実質マネジメント契約にもなりそうだし、まあ、でも結局それがあその力の源泉で圧力があるのが良くないって話なんでそこもちゃんと対応されてたり等々あるので、まあ、全体として考えると、まあ、いい形って言うんですかね現実を踏まえた上で、まあ、よく軟着陸したなっていう。 感じというふうに私としては受け止めましたね。まだ動いてないんですけどね、完璧には。はい。という形で、まあ、すでにその時点でかなり力量をか、福田社長の、ね、力量を感じるところではあるんですが、まあ、一方で、あのー、このね、やっぱりジャニーズ問題、ジャニー喜多川氏問題ですね。において、やっぱり、まあ、ずっとずっと、やっぱり旧ジャニーズ事務所がやってこなかったことがあらゆることを引っ張っていて、それは、やっぱり被害者に対する向き合い方である。 ことですよねと特にね。とか、誹謗中傷が止まないと。で、それについて対応しないと。で、まあ、それが大きくあってで、それが改善されないままずっと行って、はい、スタートですって言われたところで、まあ、それを応援できないよって話になるから、新会社の動きとしてはいいんだけど、セットで、いわゆるこうスマイルアップ社になりますかね、のまあ今後の動きが重要になると。で、ここが今みたいにずっとぐた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 やってて、なんかアリバイのごとくやってて。 でっていう感じになっちゃうとちょっと新会社の方のタレントさんの仕事的にも、まあ、特に大きいグローバル企業は発注がしにくい状況が続いちゃうのかなっていうまあまあそんな感じですね。はいであともう一つ、まあ、重要なポイントとしては誹謗中傷ですね誰がやってんだって話がありましてまあいろいろ見る限りやっぱり今の,あの旧ジャニーズに所属している していたタレントさんのまあ今度は新会社に移るでしょうね。えー、いるまあタレントさんのファンの方々がまあ誹謗中傷しているようだと。まあ、これは確定的ではないと一応は言っときますけど、まあ、それ以外の方々が誹謗中傷するねメリットっていうかね、が全くないので、まあそうであろうというふうに思われている中ですよ。で当然あの いわゆるス,スマイルアップ側っていうんですかねが誹謗中傷を止めるための対策をしなきゃいけないっていうのはあってこれずっとやあんまりやってないんで手をつけてないんで今後もしっかりやるべきなんですけどもう一つはじゃあタレントさんたちは何をしなくてもいいのかあるいはスタート者としてですねこれを向き合わなくていいのかっていうところはここは一つ課題になると思うんであのいわゆるね完全にジャニーズっていうのはなくなってもうスタートですって でこういうい会社ですっってなった時にもうあのジャニーズまあそもそもね誹謗中傷はまあ、旧ジャ,ジャニーズを守ろうみたいな動きがあったわけですからまあ移行することによってそういった方々が消えうせる可能性もありますけどねまあその辺はちょっとよくわかんないんですけどそこの経緯とかも含めてですけどねまあ 声明がちょっとね、正直、未だになんかないの、不思議なとこではありますが、まあね、新会社の方も、まだね、完全に動き出してるわけではないんですが、まあ、以前から私は気になってるのは、本当に、タレントさんのファンが誹謗中傷してるわけですよ。普通、止めるでしょ。あの <laughs> いやだからなんかこうやっぱジャニーズだから許されるみたいなところにどっぷり浸かりすぎていてまあでもどうなんですかね売れてるタレントさんなんかでも SNS やってる方結構いてじゃあ自分がのファンがやっぱり被害者に対して誹謗中傷を繰り返してたらそれはまずご自身の SNS でやめてほしいっていうこと言うじゃないですかそれで止まらなかったらやめてほしいっていうしで あのそれを何回か繰り返すし場合によってはもう,もうこれですって言ってあげるともうちょっとさすがにねその人のファンなのに言われたらいやーやめますってなるじゃないですかっていうことを一切やってない <laughs> のがもうちょっとねもういやどうなのかなと思うんですよ。結局まあ一人のね、まあ、悲しい事件等々もあったり今も苦しんでいらっしゃる方々がたくさんいるのに。 そこに対してやっぱりあまり向き合ってない感じもこれもあるんですよね。だからその辺含めて新会社の方に移行する過程の中で、まあ、グローバルで挑戦するって言うけどその誹謗中傷してる人を放置してるようなタレントを世界に出していいのみたいなねいう形になるわけでそれこそショーマストゴーンって言ってらいいのかって感じで,でそれはなんか世界基準じゃないよねって話もあるんでその辺含めて、まあ、変わっていかなきゃいけないんでしょうね。はい で、それ以外もまあニュースがすごいたくさんあってですね、あとは、ノッチが福田社長にオファーって感じで、まあ、これ、文集の中でちょっと出てくるんですけど、これちょっと一番意味不明だったんですけど、えっと、まあ、社長ね、誰にオファーされたんですかって言ったら、なんかジュリー氏じゃなくて井ノ原氏ですとか言ってて、どういうことみたいな。<laughs> 彼、そんな権限あんのみたいな。 ところがあってですねちょっとな謎な要素がたくさんあるんですけどまあまあこれちょっと後で文春さんの中身でやります。えっ、ー、ととかですねまあまあおおむねまあえっ、ー、とマスメディアさんの方もそんなにまあ悪い感じっていうことじゃないですよねはい。というところでただもう本当にねこれまあ毎回同じ繰り返しなんですけどね今のなんか 全てをなかったことにしてやってる音楽祭もそうなんですけどやっぱりちゃんと向き合うべきことを向き合わずに楽しくやられちゃうとえってやっぱなるわけじゃないですかそれはダメだよっていうねてうかジャニーズ事務所としてそれをやってたからここまでの問題になったわけで未だに分かってないんですかみたいなねまあそれはテ,テレビ局側の責任も大きいのかもしれないけどまあ、一時が万事そんな感じなんでねじゃあえっ、ー、とこちら文春オンラインさんの記事で福田さんが えっと150分のインタビューに答えたらしいんですけどじゃあその福田さんは、まあ、そのことについてちょっとね分かっておられるのだろうかということについてちょっと私が気になった点についてまとめたんで見ていきましょう。はいというわけで文春さんの方でね、まあ、かなり詳しく書かれてあるんで下に貼っとくんで有料版になりますがそちらを見ていただくのが一番分かりやすいんですが私がちょっとね気になった点についていろいろお話し,していくと。 まず、文春のね、取材に何で答えた問題ですね。ずっとジャニーズを攻撃してきたじゃないかっていうことで、まあまあ敵の懐に入るじゃないけど、まあ文春さんが暴いてきたわけだから、そこから説明することによって新たなストーリーを紡ぐみたいな、まあ、そんな感じですよね。まあ、いずれにしてもなんかやってることすべてね、合理的で、まあ私からするとかなりわかりやすい人で優秀な人だなっていうことだっていうふうに思いますね。取るべき最善の手を普通に打ってるだけですね。で、 あと、加害問題についての認識。まあ、これはあるって言ってたけど、まあ当然ね、世界的な大犯罪でもあるし、許されざるべきことではないっていうね、まあ今までジャニーズのタレントの皆さんが言ってたことと同じ認識をちょこっとお話しした程度でしたかね、まあここ結構重要な気がしたんですけど、ここはあまり深掘りされてませんでした。で で新社名がね、まあ、先ほどもご説明しましたけど、スタートエンターテイメントですね。まあ、これ確かにいいんですよね。まあ、なんかロゴ的にもデザインもしやすそうですし、まあまあ、覚えやすいし、スタートって知らない人いませんしね。はい。ということで、まあ、これに、これそのものについては全然いいかなってジャニー要素も残ってないですね。はい。 まあただ、これエンターテイメントつけない、まあ、つけた方がいいんですかね。はい。ということでございますと。で、そして、えー、っと、まあ、これ、いろいろ、要するに、ジャニーズ事務所の評価みたいなことがありまして、要は、まあ、福田さんにしてみても、カチュ中の栗をね、拾うってことなんで、まあ、うん、なんて言うんだろう、こう、ジャニーズの、まあ、 なんて言いいとこを見つけてそれを取る当然ね伸ばしていけるっていうのがないと引き受けないでしょうからまあいわゆるジャニーズの評価みたいなことについてはまあこう木村拓哉さんとか松本潤さんのようなまあいわゆるその人を見てまあいろんな人が憧れて入ってくるとまあそういった美しい先輩の系譜っていうのは重要で,でそこに行けばまあエンターテインメントが学べてで実際エンターテインメントを構築してるって感じですよね。 だから非常になんかまあ話だけ聞いてるとまあ本来じゃ要するにジャニーズがその本来向かうべきだった道を指し示してるだけですよねでこれについてはまあなんか何て言うんだろうな今までのジャニーズが逆におかしすぎて意味不明で要するに配信禁止とかわけわかんないじゃないですか。 でだからこれが何で変えられないのかよく分からなかったんですけどまあジャニー喜多川氏の加害問題を気にしてたんだったらわかるけどでもそんな感じでもなさそうなんでなんかそこっていうよりは本当になんかもう組織として劣化しきっちゃってたんでしょうね。だからそういいった意味において まあそもそもですけどこう日本のアイドルを、まあ、男性アイドルをほぼほぼ独占しているような企業だったわけですからいまだにその中にはたくさんの、まあ、いい人材がいる当たり前なんですけどね、まあ、今後は他にもあ新たな事務所とか出てきて、まあ、VS モードには入るでしょうけど、まあ、今まで作り上げてきた、まあ、そういった系譜みたいなことについては、まあ、財産だからこれをまあ伸ばしていこうみたいなねいうことなんだという。 いうということ等々を考えてるみたいでしたねはいで,でそして、まあ、社長就任が決まってですね一番最初に会ったのは木村拓哉さんだそうで、まあ、そもそもですけどなんで引き受けたか問題ですよねなんか普通になんかジュリシー氏に会ってもらえないかって話があってでまあ何も要するに、まあ、会いに行くといわゆるその、まあ、福田さんがいろいろ言ってる 何て言うんでしょうね。まあ、エージェント契約の話等々。まあ、それをもしジャニーズに入れたらどうなるんだみたいな、まあ、普通になんかこう、合理的な話っていうんですかね。で、まあ、いろいろ聞かれて、で、結局、まあ、社外取締役としてアドバイスしてほしいみたいな感じだったらしいんですけど、で、それがなぜか社長をお願いされるみたいな、<laughs> そこの詳しいくだりはちょっとよくわからなかったですね。まあ、井ノ原さんがお願いしたとか、ちょっと意味がわかんないですよね。あの <laughs>、 <laughs> っていうところだと思うんですけどはいでえっ、ー、とそして契約形態としてはなんかみんなエージェント契約っていう感じで、まあ、最初言われていたわけなんですけどそうじゃなくても、まあ、自由に選べという形でマネジメントが良ければマネジメントでいいしみたいな <laughs> エージェントが良ければエージェントにするよとでそれ以外にもグループもあるじゃないですかだからグループだったらまあ グループはマネージメント契約にしてで、個人はエージェントありよみたいなね、そういう感じにして、ただ、えーと、グループの活動を優先してね、みたいな契約を結んだりとか、まあちょっと個別でいろいろ細かく分けていくみたいですけど、まあいわゆるそうじ、自分たちが活動しやすいのはどの形だっていうのをまあ選んでもらうみたいなね、いう感じで、まあこれはこれで別にいいんじゃないのかなとは思いましたけどね。はい。 でそして新体制としてはですね、まあ簡単に言うと社長ですかね、CEO が福田さんで、えっ、ー、と、実務担当ですかね、が井ノ原さんみたいな感じ。で、財務の責任者が、これが達嘉さんでいいのかなという方で、えっ、ー、と、これが、あ、えっ、ー、と、なんか、ジャニーズ事務所の問題が出てきてから急に出てきたチーフコンプライアンスオフィサーみたいな <laughs>。 長い名前のやつですね。で、それをこの和田さんって方にするらしいですね。だから、この人は別に経営にはタッチしないんですけど、まあ、この方がなんだっけ、コラボ関係の弁護団かなんかに入ってたんでしたっけ。で、やっぱり陰謀だみたいな感じになってるんですけど、まあ、この人にそこまでの権限は、まあ、おそらくないと思います。まあ、株持ってたらちょっと違いますけどね。はい。で、そして、えっと、社外取締役として、松下さんが入ると。 いうところですね。で、まあ私が一番びっくりしたのこの株主構成ですね。なんか、幹部持ち合いだそうです。で、ジュリー氏は一切出してない。なんか、あの、ソニーさんの名前とかも一切出てこなくて、企業名がね。だから幹部で持ち合って、で、頑張って銀行回って借りて、それでやったっつってんですよねす。すごいですよね。よく借りれたなっていう、あの <laughs>、はい。 で、それ以外にも、まあ、社員にもあの株を持ってもらうみたいな感じですけど、まあ、これは多分ビビータのもんでしょうって感じなんで、あの、全体としてはちょっと多いかもしれないですけど。ということで、どういう、まあ、これの割合をもうとにかく知りたいですよね。これ、半分以上を福田さんが持っていたら、福田さんの会社ですよ。あの <laughs>、っていうことですよね。で、 で、まあ、いくらお金を用意したか分かんないんですけど、じゃあ個人で集める、やっぱりさすがに限界があるから、せいぜい10億とかじゃないですかね。まあ、どんくらい集めたか分かんないですけど、でも、なんかほら、タレントの権利とかね、なんかほら、歌の権利とか、もうめっちゃ金かかるやつあるんですから、買収する上において。だから、新会社の方にこれ移せないんじゃないのかなと思ったんですけど、あるいは会社が大きくなってから買い取るんですかね。もしくは、エージェント契約なのに、 会社の方に、新会社の方に権利持ってかれてるのは僕おかしいから、じゃあそれタレント個人で持つのと。じゃあタレント個人で持つってなると、結構な金額をタレントが払うのかとかですね。まあまあいろんな話がありますけどね。まあ、そこは譲渡になるのかよくわかりませんが、そこは結構いろんな話が残ってる気がしますかね。あと、原版権とかもあるし、それより、あでな何よりあれですよね、ファンクラブですよね。 ファンクラブもこっちに移すっていう話になるとどう偉いもう今はなんかまあファンクラブはこっちでね新しく作るっていうだけでもまあめちゃくちゃ儲かるわけなんでもう借金なんかすぐ返せるレベ,ルレベルですよね。それがちょっとどうなるんでしょうねってとこでしょうね。はい。で、えー、っとですね。 であとあ、指導とかですかね、指導は結局来年の4月ぐらいになりそうだって話ですけどね、なんかすでに準備会社はもう立ち上がっていって、もう新会社を年内には設立して、いろいろ準備して、まあ、指導は来年4月ぐらいにしたいってことを言ってると。 まあスケジュール感的にはこれも間違ってない気がしますけどまあこれで再始動してそこから契約って話になるんでやっぱりえっと4月のドラマとかは一気にバッババッと仕事がねなくなる可能あなくなっている可能性があるっていうか我々が、まあ、こうドラマとかでもジャニーズのタレントを来年の春頃にはちょっと見てない可能性がありますけどねだから巻き返すとしたら秋以降って感じなんですけどじゃあこの4月 <laughs> 指導するまでのやっぱり道筋を作るのがスマイルアップ社でいわゆる保証とか誹謗中傷をいかになくすかってことで、まあ、それをどう見るかってことになるんでしょうね。はいでそれ以外にも今一応干されたと言われていた元スマップの3人と元キンプリさんの3人等々ですねとのコラボは可能なんですかっていうことに関してまあそれは当然 OK だよねっていうまあ福田さんはそうでしょうって感じで。 まあだから、まあ、それがどこまで払拭されるかわからないですけど、今ね、ジャニーズのタレントが、他の事務所のアイドルと一緒に、まあ、コラボしてる様子を見てるとですね、まあ、これも本当に近々可能かもしれないですよね。まあ、これはだから、特に心配することないっていうか、も問題あと本人たちがどうしたいかとかですよね。まあ、いずれにしてもなんかね、なんかこう、じゃあ、い いなんかい今からまたもう一回一緒にやりますっていうのもなんか変な感じもするし、まあここはまたいろんな話がきっとね、あると思いますけど。はい。で、そしてですね、あと海外進出の話もされてましたね。まあこれももう,もうすでに動いてるみたいで、まあ、できるプラットフォームを整えるっていうことなので、まあ、やっぱり優秀ですよね。あの <laughs> <laughs> っていうことでまあ、本来外部から入って普通にこれやるべきだよねっていうことを全てやりもやってかなり手もつけてる状況にあるということで、まあ、とにかくあの福田さんにお願いしたっていうのはま,あまあ本当に正解だったんじゃないんですかね。はいこれなんかまあ本当に樹里氏と東山氏でずっとこれやってたらウニ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 やっていてですねあの <laughs> <laughs> なんかその長男木村拓哉がなんかこう言ってるとか,なんか松本潤がこう言ってるからみたいなタレントになんかこうね席を追わせてなんか新しい道を作ろうとするじゃないですかまあ,まあそれ大体手法がそれしかないからでわーわーってね昔はわーってなってたんですけどもちょっと今はもうみんなどん引きよって感じなんでまあこうやってろあの道筋をつけるのが裏方の仕事ですよね。だからまあ割と今回の見ててもやっぱり 事務所の中においてやっぱり木村隆也さんがかなりキーマンであるしそれから発信力知名度もめちゃくちゃ高いわけですから今起きてる誹謗中傷に対しても、まあ、彼がメッセージをどこかでねやっぱり出すっていうのは重要だなっていうのは改,改めて思いましたけどねなんか本んにねなんか「うんね、んかショーマストゴーン」とか楽しい画像を毎日出してて、まあ、いいなんかちょっとね違うなっていうのは私はちょっと思うところではい。 なんかある程度型が、そうやって一生懸命動いて、型がついて、じゃあみんなこっから一丸となって頑張りましょうみたいなね、その段階ですよ。から、まあそういうのはいいと思うんですけど、まあああいうのはなんか結構被害者の感情とかをね、魚でする場合もあるし、あとファンが、まあこのままでいいんだ、みたいなね、いうのの後押しになってたりするんでね。はい、というわけで、まあ本日は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。